はーい、皆さんこんにちは、のぺんです。飲みながら野望申請やっつくしょう。さあ、前回はこちら、鈴木家を滅亡させることができました。パチパチで、前回落とせなかった石山ごぼうも落とすことができまして、いや順調でございますね。でこっからどんどん東の方へ行こうかなと思っております。さあ、ということで今回も頑張っていきましょう。よーし、やっていきまーす。でこちら北畑家が8000で攻めてくる。はあ、ふざけんな。私たちが必死になって落としたあの頭上、いやこれ取られるな。うわ、うぜえ。めちゃくちゃうざいわ、腹立つ。まあとりあえずナイスやっておこう。いや絶対滅ぼしてやるからな。でお、高江城も開発もうそろそろ終わりそうな匂いがする。いやまあしょうがない、まあ諦めよう。くそー。はい、あの頭上落ちてしまいました。ごめんね。まあねー、こんな結末になると。で、長野種藤様が捕らえられました。まあ、そうだね。しょうがないよね。ではでは、そうですね。今度はこちら、伊賀上野城を攻めたいですね。で、腰兵糧がちょっと足りないですけども、まあ、何ヶ月か待って、兵糧が溜まったら攻めていきましょうか。まあ、多分落とせそうな気はする。あ、で、新しい会員溜まりましたね。ナイス。で、勢力目標一進を達成しました。パチパチ。で、金銭収入、やったー。臨時ボーナスだわ。で、こちら、松倉右近さん。あ、東洋、素晴らしい。この方ね、優秀なんですよね。素晴らしいですね、これは。なんと素晴らしい。さあ、では、攻めていきましょうか。じゃあ、三好家から援軍いただきまーす。じゃあ、いつものようにお願いしますよ。さあ、行くぞ。で、じゃあ、私たちも出陣していくよ。さあ、行こう。で、これで、戦力はほぼ互角と言われている。本当に？さあ、行きましょう。勝負だー。で、市場拡張。ああ、いいですね。素晴らしい、素晴らしい。さあ、まずは。さあ、どうなることやら。さあ、はい、行きましょう。はい、合戦でございます。ちょっと読めないですけどもね。追順慶 VS 六角義方。お互い坊主。まあ、いいでしょう。行きましょう。それもよし。さあ、勝負です。さあ、ワオホーの優勢揺るぎなしでございますよ。さあ、行きましょう。はい、行きまーす。はい、回戦、シュピー。まあ、とりあえず、これから城攻めがございますので、あんまり削られないようにはしていきたい。さあ、行こう。あ、お前、この野郎、松永久秀じゃねえか。こう、筒井純慶の因縁の相手。いやー、こんなところでお会いするとは。まあまあ今は味方ですからね。そう、戦国の世というのはね、うん、そう、昨日の敵がね、明日味方になってたりするんです。そういうものなんですよ。で、めっちゃ来てる。挟まれない、大丈夫ですよ。挟まれるよ、大丈夫、気をつけて。引きなさい、引きなさい、引きなさい。引いて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 、お願いだ。もう早く考え。で、報道いいえ。おじいちゃんね、行きな、行くな、行くな、行かないで。私行かないでって命令してるよ。おっ、言うこと聞いて、お願いだから。さあ、でちょっとこっち、きついな、もう消耗されちゃうな、もう。おー、さあ、でで、こっち、よしよしよし。さあ、まずはじゃあこういきましょうか。こう、敵を退けるぞ。で、ちょっとこっちはきついね。はい、まあ一旦じゃあちょっと交代交代で蹴っていこう。さあ、で、さあ、矢を打ちまくれ。あ、松永久秀と筒井純慶の共同作業。皮肉ですね、これは。何の嫌がらせでしょうかね。まあでも、よし、だいぶ溶けてる、溶けてる。オーケーオーケー、いいよいいよ。やったー。さあ、まず一部隊。ちょっとこっちも蹴っていいのかい。はいはいはい。で、こう。さあ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 。で、じゃあこっちも、はい、行きましょう。で、向こうがどんな感じ。行き過ぎや、それは。それは行き過ぎや。何を考えている。死ぬ気か。さあ、で、どうするどうする。で、こっちもきっちりですね。じゃあ9000人もきっちり。いいよ。さあ、どうする。で、混乱してる。混乱させてるのが素晴らしい。いいですよ。素晴らしい素晴らしい。
で、こっち側には来ないなぁ。とりあえずじゃあ、さあ削れ。いいですよ。で、強撃にならないように気をつけてね。よし、でもだいぶいい感じでダメージを与えている。ご命令をください。いいですよ、頑張れ頑張れ。今ですよ。しよしよし、撤退撤退、ナイス。さあ、タラを撤退。えー、行くな行くな行くな、挟まれるぞ。ここで来い、オッケー、いいよ。さあ、どうする。国主に何ができる。さあ、行け。さあ、いいえ、おじいちゃん下がって、いいえ、おじいちゃん下がってね。あなた、あなたいつも前行っちゃうから。で、じゃあ、6000。さあ、どうする。くっそ、落石もな、うまく利用したいんだけどな。じゃあ、こっちに下がっていいよ。はい。あー、で、これ、あー、素晴らしい。そうか、先方持ちなのか。松永久秀、やるじゃん。我がライバル。さあ、で、はい、陣も取りまして。よし、だいぶ弱ってるよ、向こう。はい。さあ、コテパンにしてやろうぜ。さあ、どうする。いいですね。で、国衆撤退、はい。で、こっちに、はい。さあ、で、こんなふうに、ナイス、いいね。素晴らしいぞ。さあ、どんだけ素晴らしいんだ。で、こっち、よし、壊滅。はいはいはい。さあ、残りの敵は少ないですよ、多分。じゃあ、こっち、はい。一旦下がろう。さあ、どうしようかな。まあ、こいつはノータッチでいいか。これで、あ、よしよし、勝った勝った、ナイス。よーし。オッケーオッケーオッケー。さあ、このまま甲状腺行っちゃっていいんじゃないですか。さあ、で、あ、そういえば、イフ、宙が発生するのか。いや、だけど防衛拠点近くだからね、多分このイフ意味ない。我らの勝利、うん、世に知らしだよね。くそー。いや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 、まあ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 、まあ、まあ落ち着こう落ち着こう。まあとりあえず、うん、あの、さあ、では甲状腺やっていきましょう。はい、伊賀上野城の戦い、筒井順慶 VS 後藤片豊って読むのかな。さあ行きましょう。まあ一応兵力的には十分だとは言われているが、が油断はいかん。さあ、では行きましょう。さあ、では落としていきましょうね。行きまーす。はい、回戦出品。まあでも言うて向こうは軍隊がメインなので、まあ頑張ればね、いい感じでいけそうな気がする。さあ行きましょう。じゃあこう行って、で、じゃあこう行って、はいはいはい。そう、結構ね、三好家の援軍が混乱のね、そう、技持ちなので、これがね、結構使えるかもしれない。さあ、で、士気もね、結構高めだしね。うんうんうん、まあ、まあやれるでしょ。さあ、で、救護所、いやー、救護所多いな。さあ、とりあえず、さあ、一番槍は誰。はい、森くんでーす。前に出るぞ。はい、行くぞ。軍隊なんてね、もうボコボコしてしまいな。で、こうですね。はい、OK。一旦じゃあこう。6800は、じゃあこういくか。はい。一旦こう。さあ、救護所が、救護所の、やばい。めっちゃ溜まってる。さあ、早く救護所を落として。兵が回復するよ。いや、うぜえ。やばい、兵めっちゃ回復させてる。うわ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 。さあ、で、これは、はい、平蜘蛛。ほらー、さあ、まだ平蜘蛛は持ってないようですが、こう、まあ松永久秀というかはね、もう平蜘蛛ガマですよ。そう、平蜘蛛ガマをね、抱いて爆死したっていう。すごいよ、壮絶すぎる。さあ、オッケー。で、はい、まず1個救護所を撃破。さあ、こっから、ここから。で、じゃあ、こういこうか。で、こう行ってこう。はい。一旦、休みな。うん。さあ、いける？挟んで。さあ、サンドイッチよ。で、ちょっと、鈴木さて、今、お休み。はい。はい、こう。さあ、で、こんなふうに、ナイス！いや、こんな持ち助かるわ。で、あー、めっちゃ溶けてる。うわ、すーごい、怖っ。恐ろしい。恐ろしい男よ。こんな男とね、純喜は長年戦ってたんですね。で、めっちゃ撃ってる。大丈夫それは。じゃあこう、じゃあこういって、こういってこうやる。いざ、はい、一旦こっち休み。
さあ今こそ受けるがいい。さあ行けるかしら。だあまた急場所またあーいつまで休み。壊れないね急場所。じゃあこれでこうやな。はいオッケーオッケー。よし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 。さあ破壊オッケー。おい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 。さあ急場所ね発動する前に落としてやっと。でこうてて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 てさて平蜘蛛。さあ早くお前も召し抱えてやりたいの。コキ使ってやりたいわ。おいいですよでも。あーでちょっと休みたいと。はいごめんね。はいどうさあどうする。じゃあこういってこういってこうやでサタイはちょっと下がりな。はいそんな無理はいかん。もう無理好きやわみんな。でよしまず一目だけ撃破。オッケーさあ本丸ももう落ちそう。行こう。はいどう。さあ3方向から攻めちゃってるよ。さあオッケー本丸落としたナイス。オッケーオッケー。このイフすごいと思うな。よしよしよし。一気に筒池が大勢力にのし上がるかもわからん。さあということでイフが発生しますよ。さあ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 。おーいいですね素晴らしい。でかい。やばいこのまま観音寺城いけそう。なんです。嘘やろ。やったー伊賀上野城落としましたナイスー。オッケーオッケーオッケー。さあで腰兵糧も蓄えられましたと。オッケーでこの方投与うち来ない。来ないかー。まあまあいやいやいや。うんまあ、解放してあげて。後で食いても。オッケー。いやミュシケの援軍ありがとうございました。はいこちら南高坊天界突撃してました。ナイス引き抜き成功です。やったー。いや南高坊天界さんはねすごく優秀ですからね。じゃあもうしっかりねもう大事にしていきましょう。ありがとう。いやセムたっけー。なんか家宝をあげようか。じゃあ家宝はじゃあこの書物あげよう。いやたっけーなー。まあいいでしょう。うん南高坊天界さんだったらもうあげるしかない。うんじゃああげます。よしこれでいいでしょう。感謝いたす。なんと節操好みをご存知とは驚きを、ね、禁じ得ません。まあお互い坊主だからだいたいね好きなのはわかるんですよ。よろしいですか。はい三好家の信用が40に到達しました。了解です。ってなったらもう一回三好の援軍もらおうか。いやでも今回は4700人しかくれないか。ちなみに私たちだけで観音寺城落とせるかな。あ十分な兵力。あマジで。じゃあ行きましょうか。行こう進軍について。でそうだな三好の援軍もまあできればじゃあもらいましょうか。はいじゃあお願いします。一緒に六角を滅ぼそう。さあ行くぞー。あーで向こうはまだ兵力回復してないな。オッケーオッケー今のうちだ。でこっちのはい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 。あーで入会地ももうすぐ完成するということなんでもうすぐ本拠移転できますね。いいぞいいぞ。あとはさあなーいや連兵所じゃあ初二町。はいお任せください。であともう一個初二町。はい作りなさい。任せました。よしよしよし。いや金ねー。さあ落とせ。おいいぞいいぞ。はいしかも破壊工作成功してる。ナイスでかした。少し難しいって言ってたからうんいや無理だろうなと思ったら意外といけるもんですね。よしよしよし落とせ落とせ。で市場拡張ね。はいさあ六角形落とせるぞ。で六角形落としたら次はこいつだ北畑。絶対お前許さん。でこれは浅井家の援軍ですね。そうかさっきも浅井家の援軍来てたもんね。そういうことで急戦が来るっつーもーゆるさん。待て待てちょこっちこっちちょっと耐えてて進むぞ。で観音寺城をすぐ落としてでこっちの亀山の救援向かうわ。うわうぜえ。いや腹立つ絶対ゆるさん。分かり申した。焼き討ち。ああなるほど新宮城か。いやまあここはまあ先導の方がいいか。あーって
じゃあ、鈴木重兼の、じゃあ採用しましょう。戦が始まる。はい、こちら観音寺城落ちました。ナイス。さあということで、はい、六角形を滅亡させました。パチパチ、やったー。で、敵将捕獲。あ、イブ様いるじゃん。え、イブ様六角形にいるんだ。そうなの。え、まさかうちに来てくれるって。え、うちに来てくれない。どう。さあどうでしょう。あ、来てくれたイブ様。どこイブ様どこで。じゃあこれで次は北畑家ですね。絶対お前ら許さねえからな。ねえ、だよ、信じてやる。さあみんなついてこい。おめでよ。で、さすがに、はいはいはい、北畑家、引いていきましたね。いやー、なんてやつらだ。まあ、とりあえず私たちも帰りましょう。で、体勢を整えてから、こちら北畑家攻める。もう絶対許さんからな。さあ、ではいい感じでございますね。いや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 、マジでいい感じだわ。で、アザイもね、できれば倒したいところですよね。で、本願寺家も近いし、で、将軍もね、まあ、頑張ればいけるんじゃないかな。ちなみに、足利家は六角家と同盟を結んでるわけじゃないのか。はいはいはい、なるほどね。さあ、それでは今回はここまでしていきましょうか。はーい、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ルペでした。さよならー。